ラニの名前を解放する。オルリオン、カオスブレイカー。ここにはかつて神が宿り、神秘的な美しさと冒険に満ちた世界だった。しかし何世紀にもわたる争いと混乱によって大地は荒れ果て腐敗していった。人間の秘める残忍さと暴力がエマ・ゴドリックを黄色の魔女へと変貌させ、世界にかつてない大厄災をもたらした。罪に満ちた世界を粛清せんとする彼女の戦いは大地に癒えることのない爪痕を残した。しかしアラトスの全ての人々が団結し、ついに魔女の支配に終止符を打つのだった。黄色の魔女の血塗られた遺産に抗う比類なき戦士たちが現れた。その筆頭となる各国最強の英雄はバリアントと呼ばれた。かつて残虐のバルソンが黄色の魔女を目覚めさせるためアラトスに侵攻した。バリアントたちは故郷を守るため国々を結束させた。そして奇跡は起きた。ゲバロンの若き騎士レオンと彼の幼馴染である王女ティアはバルソンを打ち倒し、アラトスに聖なるクリスタルを取り戻したのであった。バルソンが打ち破られてから数年後、闇の王ネファリエルは深淵の軍団を率い再び世界を大混乱に陥れた。アラトスの英雄としてクリスタルの守護者に任命されたレオンはバリアントたちの協力を得てネファリエルに対抗した。そして深淵の軍団を撃退したレオンはアラトスに永遠の平和をもたらすことを決意した。レオンは闇の王を追いクリスタルを携えたまま仲間たちと共に世界の果てに向かった。レオンたちはアラトスの地の果てに闇の力を封じることに成功した。しかし英雄レオンとクリスタルを失った人々の心には恐怖、疑念、そして欲望が影を落とし始めていた。支配者、バリアントから庶民に至るまで、多くの人々にはレオンが世界を裏切ったように見えた。そして世界は彼に反逆者の烙印を押したのだった。それでもレオンや仲間たちに忠誠を誓い続ける者も存在した。それは平和の訪れとともに国際的な連合から脱した国で厳しい法や税に苦しむ人々だった。支配者への不満は抗議という形で現れ、やがて権力者との暴力的な衝突に発展していく。ブリスコットの町では過激派組織ミステラレシ者による抗議活動が制御不能の暴動と化していた。ブリスコットの市民を助けるため近隣のアスピラン公領から騎士たちが派遣された。先遣隊には隊長でありアスピラン公爵の娘メイブ・アストレイヤ、そして士官候補生のエリーゼ・アークライトとフェリックス・バルカンが続いた。治安維持のための緊急派遣とか聞いたら、なんだよこのありさまは、めちゃくちゃじゃないか。フェリックス、どうしたの。炎のミスティックでもあるのよ、これ式のことで面食らうわけないでしょ。煽ってくれるじゃないかメイブ、お金で俺も燃えてきたぜ。ボートが街の人々を恐怖に陥れているわ。ごめんなさい、ファーレン、そしてアスピラクシナの名において、今すぐ武器を。無駄な力づくで止めるしかないわ。アスティラの騎士は無法者などに屈しないことを教えてあげましょう。いいやつで取り乱してるだけなんだ。俺は長い付き合いだ。善人であることは保証する。こいつはいつも困ってる人を助けてきたんだ。パン屋のローズマリーもベンチーさんもみんな知ってる。 でも親父さんが男爵に盗みを働いて捕まっちまって、親父より
派な人間だ。盗みなんかしてない。意地汚い感触に立てついたからって盗っ人に仕立て上げられたんだ。黙りなさい。罪人の弁解は認められないわ。余計な口を挟むと身を滅ぼすわ。お前らは何様のつもりなんだ。そうやって力で黙らせるのか。親父やレオン・ダラカンの口を封じてきたように麗しきケバロン王国の肩書きだけは偉いろくでなしともにひねふさない奴は片っ端から吊るし首ってわけか。罪人の誰ごとも聞くつもりはない。エリーゼ、フェリックス、この男を拘束した。丁重に罪人は法の下で正当に裁かれ報いを受けなければならないわ。ああよかった。ご慈悲に感謝します。騎士殿のおかげでこいつらに感謝することなんて一つもあるから、ケバロンの正義とやらに裁かれるくらいなら死んだ方がマシだ。心配無用よ。彼は気を失っているだけ。ただし町と民を苦しめた罪を償ってもらう。エリーゼ、フェリックス、行きましょう。まだ任務中よ。私たちに助けが必要な人がまだいるはず。急ぎましょう。あいつの言った父親のことは、僕いつも聞こえなかったんだろう。フェリックス、動揺しているみたいに。義のないところに煙は立たないとも言うだろう。もし、ここの統治者や法のせいでみんなが苦しんでるとしたら。だからといって、誰かの家に火を放って生活を壊してもいいことにならないでしょ。どんな理由があっても、共に生きる人々に危害を加えるなんて許されるはずがないわ。その通り、今、世界はクリスタルとバリアントを失って不安定になっている。だから、今まで以上にみんなで協力しないといけないというのに、反乱者たちはそれを妨げているのよ。彼らの怒りの理由が何である。それを罪のない人々に向けたことは間違いない。どれほど高い理想も正義も、あるいは全て台無しよ。私たちの騎士としての役目、それは王の権威と平和を乱す全ての反逆者から王国を守ることに信念の由来ではいけない。そうなったら誰がこの世界に正義をもたらすというの。神様、この地域の騎士はこれしか残っていないの。エリーゼ、あなたはどう思う。きっと先に進めばもっといいはずよ。でも、まずは目の前に彼らを助けましょう。フェリックス、あなたの花火を陽動して、私とエリーゼ、横から回り込む。了解だぜ、隊長。よし、それじゃあ、本物の炎ってやつを見せてやるか。私はメイブ・アストレイ、
こちらはエリージャ・アークライトとフェリックス・バルカ。エーザルだ、よろしく頼む。こちらはデビュー。ちょっと待ってくれ、アストレイヤということは公爵様のご令嬢。お嬢様、お目にかかれて光栄です。今戦闘中、私は父の代理だから、あなたたちと同じ一階の騎士としてここに来た。気を使う必要はない。かしこまりました、お嬢様。いや、メイブ様とお呼びしてもよろしいでしょうか。構わないよ。それじゃ、フェイゼル、何があったか教えてもらえるかしら。はい、何もかも突然のことでした。はじめは平穏な行進でしたが、何者かがファーレン王を批判するような言葉を叫ぶと、どこに隠していたのか周囲の者が武器を構えて、それから事態は悪化の一途をたどりました。集合地点に向かう途中で反逆者が奇襲に遭い、我々の隊長は、あの投石機の排除を命じられたのです。敵は何らかの手段で東の修道院を占拠したようで、反逆者は修道院から町の防衛施設を攻撃しています。厄介な投石機のせいで援軍もなかなかブリスコットに入ることができません。修道院が敵にある程度は修道院自体が袋工事の奥、こちらが包囲してしまえば敵に耐えるはありません。確かに、そのためには相応の人数がいりますね。私はデビンと共に残っている騎士たちを集めてきます。修道院の前で打ち合いましょう。反逆者どもめ、アラトスの英雄レオン・ダラカンの名を掲げて行った強行の数々を償わせてやりましょう。真の英雄は決して危機に瀕するたびを見捨てません。はい、我々騎士が間に立ち正義をもたらさねば。では急ぎましょう、これ以上ブリスコットが破壊される前に。フェイゼル、私の隊が前に出て敵の注意を引きつける。騎士たちの集結のみ頼む。承知しました、そこの角を向かって進めば修道院にたどり着きます。陛下と諸国のために、陛下と諸国のために。あなたたちきっといつでも修道院に気になる真実にたどり着きます。
変わったとすれば、あのクソ男爵のためじゃなく、ケスティのみんなの幸せのために尽くしてるってことだな。私の命はお気になさず、私は騎士であり、この国の人々に使えるのは、ただそれだけです。イザベラ・フィリクス、勇者らしき魔法使いにして、機械の天才とは私の。うまくやります。慈悲のない方には容赦しませんよ。ここで大事な紹介です。ナイトレのスペシャリストにして、華麗なる魔術師、その名はセラミラ。イザベラ・フィリクス、勇者らしき魔法使いにして、機械の天才とは私の。イザベラ・フィリクス、勇者らしきは、ここで大事な紹介です。妹の体を蝕むあの病に反省は諦めない。俺の弟子、この月にやる道路もぶっ刺させ。俺たちは何も。弾薬箱じゃないか。吹っ飛ばせば投石機なんてただのでかい荷車になぜ。おや、アストレイア家の霊場メイン。これは驚きだ。我がささやかな一団にアスティランの継承者が直々にご訪問なんて。国王とアスティラン公の名において命じる。キレンとその兵らは直ちに降伏し、おとなしく出頭しなさい。まだわざわざ降伏しろと。自分をプレゼントみたいに縛り上げて、貢ぎ物のように喜んで牢屋の前に並べというの。それはいい考えね。公爵様、ましてや国王陛下にまで逆らうなんてありえませんから。なんてことを言うと思うの。騎士の権威を振りかざしてずかずかとやってきたら、誰もが寝返って従うとでも。話をちょっと時間を稼がないと。メイゼルデビューの騎士たちが集まって、ここに来るのが時間。
騎士としての礼節に従ったまでに平和的に解決する方が互いに好ましいとは思わないの？あなたがミルトン、ロレイ・ミルトンよ。あんたらの礼節とやらはみんなされごと。我々に捨てられし者はもう権力者の犬にはならないわ。メイド、話が通じる相手とは思えないわ。あなたの言う通り、アステアの騎士が無法者の脅しに屈することはないと示してあげましょう。その子の言う通りよ。アストレイヤのお嬢ちゃん、あなたが本当に戦えるの？それともパパには口先だけの役立たずに育ててもらったのかしら？メイド、直接乗らない。あのロレイ・ミルトンという女の子にこれ以上付き合う必要はない。お父様は私に騎士としての誇りと交渉術を教えてくれた。幸福を拒否するというのは言葉ではなく刃を交わしましょう。そんなちっぽけな冒険じゃかすり傷もつかねえな。てめえらアステランの騎士様は遠路はるばる死にに来たってわけだ。覚悟しな。ほとんどが農民や労働者。これだけの武器を調達できる資金があるとは思えないが、手伝って安くはないと。それに最近国の武器庫から武器が盗まれたなんて話も聞いていないわ。そうね、何か陰謀があるかもしれない。ここを鎮圧したらお父様に話してみるわ。
お父様なら叔父であるファーレン王に話を通せるはずだから。アストレイヤのお嬢ちゃん、みんなが必要としている時にはその度胸の半分も見せなかったくせに、そうしてくれていれば私たちも自ら立ち上がる必要もなかったんです。人殺しの言い訳としては上出来ね。罪なき人々の命を奪い、卑しい私欲のためにさらに多くの人々を死に追いやった。ロレイン見ると、あなたは英雄にはなれないんだ。まさかそんなものになろうなんて思ってないわ。あんたらも英雄にどんな仕打ちをしてきた見ていたね。英雄を利用しておいて思い通りに操れなくなれば切り捨てる。レオン・ダラカンは立派すぎたのよ。ゲバロンがもったいないからね。いいえ、彼も裏切り者よ。王国への反逆者と裏切り者を救世主に祭り上げるの。お似合いで。あんただって分かってるでしょ。民衆を失望させ続けるこの王国に忠誠を誓う義理なんてないこと。ロレイン・ミルト、あなたは裁かれ、国土とそこに住む人々に与えた損害に対する正当な処罰を受けることになる。さっさと殺せば、今、ここで。それとも、私の処刑を見せしめにして未来の反逆者を牽制するつもり。ゲバロンでは、すべての犯罪者が公平に裁かれる。どんな許しがたい罪にも、国王の命ずる通りにね。国王の命ずる通り、それなら、もし自分の胸に剣を突き立てろと王が命じたら、あんたはそうするの？任務中の死は名誉の死、そう知っておくべきね。それに善良な市民は王国のために喜んで命を捧げて当然よ。本当にそう思っているの？アストレイヤのお嬢ちゃん、善良な人々は戦うことさえ許されず死を選ぶって。それに噂は聞いてるのに、あんたのパパは国王様と揉めてるそうじゃない。王位を巡る争いに血のつながりさえ意味をなさない。次はどんな話が出てくるのかしらね。私たちの武器があの名高きアストレイヤ家から供給されていたなんてことが世間に広まったら。そんな噂は全部デタラメよ。大衆の根拠のないデマを国王が気に留めるはずないわ。多くの人が信じれば嘘や噂が真実になることもある。あんたも知ってるだろうけど、世間の後ろめたい噂やスキャンダルが大好物なのよ。なんなら私が涙ながらに訴えることもできる。これは公爵の仕業です。彼に利用され、正義を盾に私たちは戦いを強いられた。彼はただアスティラの勢力を広げたいだけです。だからこそすぐにブリスコットに援軍を差し向けたんですってね。そうなったらどうなるかしら。あんたの愛しいパパが反逆罪で訴えられたらおとなしく公衆台に立つのかしら。
それともご自慢の騎士を率いて国王の白獅子騎士団に歯向かうかも。メイブ、なんてこと。とにかく落ち着け。まずは深呼吸だ。息を5回深く吸って。大丈夫か。なぜこんなこと。王国への宣戦布告は滞在試験に値するわ。一撃で終わらせても、せめても慈悲。メイブ、あなたの行為の正当性は問わないわ。彼女は明らかにあなたを挑発していた。きっと他の反逆者のことも知っているはずよ。まだ助かるかもしれない。応急処置をして病院に連れて行って尋問に耐えられるまで回復を待てば。必要ないわ。彼女は死んだ方がいい。多くの命がかかっているのよ。私たちに気まぐれで謝ることは許されないわ。彼女の持っている情報がこの恐ろしい事態をより早く収束できる助けになるかもしれない。あなたにはことの重大さが分かっていない。お父様とファーレンおじ様との間に不和が生じれば何が起きるかということも。些細なきっかけが戦争となり崩壊した国は多いわ。エリーゼ、誓って言うけど、今彼女を殺すことは気まぐれなんかじゃないわ。これはもう反乱軍の狩猟を仕留めたのですか。我々が援護するまでもなかったようですね。さすがはアスティランの騎士です。あれは反乱軍が集めた武器ですか。これほどの量なら品質も高い。やつら一体どうやってこれを。エイザー、そして騎士の皆さん、まだ周辺に敵兵が残っているはずよ。しかし私は行かなくてはならない。あとは任せたわ。メイブ、待って。すいません、私とフェイクスはここに残ります。この人は放っておけないわ。ご心配には及びません。アイザーゲンくらい我々で何とかします。さあみんな行こう、陛下と諸国のために。これは仲間アテクスの勝利です。好奇と威風に満ちた眼差しを振り切り、メイブは修道院を後にした。エリーゼとフェリックスはすぐに見捨てられし者の狩猟に救命措置を施した。しかし懸命の努力も虚しく、ロレイン・ミルトンは息を引き取った。とはいえ騎士たちのアスティランへの帰還は栄光に満ちていた。メイブは最悪の暴動を鎮圧したという自負を胸に、意気揚々と父の前に立つのであった。ブリスコットの事件はロレイン・ミルトンの死によって幕を引いたかに見えた。しかしトーマス・アストレイヤと見捨てられし者のつながりに関する噂が王国中を飛び交っていた。噂に始まったアスティラン公領に対する疑念はついに王都キングスピットの至るところで声高に糾弾され始めた。トーマスは自分に向けられた告発に対する弁明のため王都へと向かう。疑惑を受けてなおトーマスはアレクサンダー城、そしていとこである国王に温かく迎えられた。彼の忠誠に対するファーレン王の信頼は揺らいでいないのだ。国王は真相の解明を約束し、王家による護衛と庇護のもとトーマスに王都に残ることを求めた。長期にわたる不在を強いられた父に代わり、メイブはファーレン王によりアスティラン公領の統治者に任命され、アストレイヤ家当主となった。トーマスと反乱軍に関する調査が進む中、メイブは鎮圧の第一人者として活動を続け、アストレイヤ家の王国への忠誠を証明しようと躍起になっていた。しかし彼女の懸命の努力にもかかわらず、ブリスコットの事件は民衆による動乱拡大のきっかけとなっていた。反乱軍が数と戦力を拡大させ、ゲバロンのみならずアラトス全土に勢力を広げ始めた頃、彼らはクラウンドレイカーと名乗るようになった。ハビコル無法と魔法結界の崩壊に怯える世界はクリスタルの消失という事実をかつてないほどに痛感させた。同じ頃エリーゼとフェリックスは士官候補生から一人前の騎士へと昇格し、ヘーゼルの推薦により平和維持組織競争の総統に加わるのだった。1268年の秋、トーマスの件を調査していたエリーゼとフェリックスは多くの騎士たちと共に総統へ緊急招集された。アラトスの反逆者レオンがエルフの町グレンロスを再興するという噂が流れたのである。競争の総統はレオンを捕らえてクリスタルを取り戻すために直ちに策を講じた。総統の協議会はグレンロス側が簡単にレオンの身柄の引き渡しに応じるとは考えていなかった。レオンはグレンロスの人々にとって恩人であるから。それならば圧倒的な武力による強硬手段もやむを得ない。しかし誰もが想定していなかった事態が起き、それは第三者による介入であった。エリーゼの部隊が町の門に到着するや否や、透明な塔テラボッチに炎と砲弾が降り注ぎ、崩壊した瓦礫がエルフと騎士たちを襲う。